フも絶好の両馬場になりました。注目のウイニングチケット8枠18番での出走。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいないメジロライアン。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲート、かもしれません。一息つけるといいですが。現在1番手は15番サガナクオグリーキャップ、3番手には3番後ろ10番メジロマックイーン、続いているウイニングチケット。並んでくる第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。オグリーキャップ、ここで抜け出した。じりじり詰めるウイニングチケット。この直線で勝負が決まるぞ。ウイニングチケット前を狙っているぞ。さあ内から先頭を伺うのはオグリーキャップ。有効まで400。最終コーナー最初に立ち上がったのはウイニングチケット。ウイニングチケット強い、強すぎる。完全に抜け出した。200を通過。8番食い下がる。先頭はウイニングチケット。変わらない、速い速い。ウイニングチケット、強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。レジェンドレースを制しました。ウイニングチケットの完勝でした。2着8番、3着メジロライアン。